こんばんは。見える？ラピッドさん、こんばんは。弟くんもこんばんはです。こんばんは、皆さん。いらっしゃい。ちょっとだけですが、配信します。今日休みなんですか？あ、スイカゲームやってんの、塚さん。何で？ひーくんが、あ、ひーくんが休み？今日？やっとね。お休みやっとね。たかきさん、は、アルハムさん、こんばんは。ガサシリーズすごかった、ラビットさん。いや、ほんと強かったですよね。ほんとに強かった。え、iPhone でできたんですか、スイカゲーム？ヒトヨさん、ハートありがとうございます。ほんまのスイカゲーム？それ。本物？めつむさん、こんばんは。皆さん、こんばんはです。偽物じゃって言われてる。偽物？ そのハイチュウの神くださいやって。もう捨てました。 もう捨てました。2000点いかない。3000点目指してください。毎試合意味悪かったって。いや、ハラハラします、あれは本当に。あれはハラハラする しちゃうよ。ハラハラしまくった。私もハラハラしたもん。もう、あ、もう偽でも楽しいからいいと。でも、北海道さん、こんばんは。たまねぎさん、いらっしゃい。なんで難波にいなくて梅田にいるんって。私ですか？インスタ？インスタですか？難波も行く？難波も行くし、梅田も行くし、大阪です。どこでも行くよ。たまねぎさん、お疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょ、目がしょぼしょぼする。ライトがやばい。接触？パリオさん、フェリオさんだ。こんばんは。玉ねぎさん、ハートありがとうございます。吉川さん、こんばんは。な、進撃の巨人見終わりましたよ。ついに進撃の巨人見終わりました。たけしさん、こんばんは。あ、マテリスタさん、こんばんは。すごいね、進撃。うってなりますね。あ、お風呂行ってらっしゃい。ラブ北海道さん、30分ぐらいで終わっちゃうかも。でも、ナベちゃん、こんばんは 見つけたら道端でコールはちょっと恥ずかしいんでやめてもらおうかな。声かけてもらうのはもう全然嬉しいんですけど、ちょっと恥ずかしいかな、コールは 道端でコールされるのはちょっと恥ずかしいからやめてもらおうかな。全然見てませんでした？一回も見てない？ガラスの行水で お願いしよう、一瞬で。しげゆきさん、こんばんは。赤佐郷さんも、こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ひじゅねみか、言わへんのよ。言わないのよ。しげゆきさん、こんばんは。見逃してる、滑る、待ってる。
皆さん今日は調子はいかがですか？お調子はいかがですか皆さん。お、お仕事帰り、お疲れ様です。みゆちゃん、何が巨人って分かって氷に閉じこもるとこまで見た。あ、だいぶでも序盤の方ですね。それは結構ね、まだまだ結構変わりますもんね。そっからずかさん、島中さんこんばんは。あれ、ずかさんこんばんは言うとるの、帰ってきた。あれ、ピアスが、あったあった。疲れて眠い。お疲れ様です高木さん。あんたのコールしたら吹き返れない。いや、コールが聞こえたら、え、やばい人おるとかと思って見ちゃう。街中やる、だってライブ会場じゃなくて。トモチさんこんばんは。ジムジューソファーレベップナイスです、ありがとうございます。ジョナサンさんもこんばんはです。よいしょーい。みずむさんかわいい、ありがとう。あ、尊いもありがとう。みずむさんファレベップナイス、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい。マックに変えたんだって。あ、え、何、配信見るの？配信見るの、マックに変えたんですか？マックで配信見れんの？ラビちゃんこんばんは。この年もナンバの生誕 T シャツ着て夏過ごしたようだって。え、もう年とかは関係ないですよ。ナンバの T シャツ着るのはもう1歳から100歳以上まで、0歳でも行きます。スマホはスイカ中。なるほどね。またやりましょう、スイカゲーム配信。ゆきおさん、イングリッシュマンさん、白熊さんこんばんは。こんばんはです、いらっしゃいませ。こんばんは、こんばんは。かんきちさんこんばんは。先日1枚だけ買ったロト6が当選してて当たりませんでした。え、すごい。でも1枚でさ、1枚買って1000円当たるのってめっちゃすごくないですか？超すごいですよ、めちゃくちゃすごいと思う。1000円当たるだけでだってすごいのにさ、1枚しか買ってないのに1000円当たるってすごい確率じゃない？だってね。かんきちさんこんばんは。ゆたこんばんは。マジですごい。宝くじ当てたいな。でもこれ当てたいなとかってこう願望出ちゃうとダメなんですよ。死後はお疲れ様です。シンジさんお疲れ様です。願望が出ちゃうともうダメ、もうダメよ。すぐにこう当たらなくなりますから、願望のせいで。じゃなくて1万円札を今、あー、なるほど。いや、1000万か、1000万を今見て、でも1000円当たるってことはさ、近い近い。で、1枚何円なんでしたっけ、ロトって。1枚おいくらですか？1枚200円、1枚200円で800円の価値が出てるってことだから、すごいじゃん、めっちゃすごいじゃないですかね。宝くじ当てる、当てちゃいましょう。しんじさんは宝くじもし、K
競馬もやし忙しいで、当てるもんいっぱいあんで忙しい忙しい、いっぱい当てなあかんからもね。夏さん色し、今日マジでドライアイがすごい。なんでやろ、外に出たからかな。外に出るとドライアイがすごくなる、分からんけど、なんかめっちゃドライアイなんだが、目がしょぼしょぼしまくり、ちょっと厳しい、しんどい目が、願望じゃダメだったね。あ、決定事項でね、もう、あ、でもそうですよね、根拠のない自信で決定事項でこう、それしか見ずにもう行くのってマジで大事。じゃんけん根拠のない自信でだってあそこまで行きましたもん、リアルにマジで。大事だよ根拠のない自信で決定事項にしちゃうの。さんちゃんだよさん、こんにちは。ソーリーさんもこんばんは。もうなんか、いやなんか分からんけど行ける気がするからみたいな、ここでこうすんねん私は絶対みたいな強気のやつ。宝くじで5億とか当たったら高級マンションに越したい。でも5億とか当たったらさ、静かに今の暮らしを続けた方がやばい。わ、シンジさんそれはもう寝不足だ。何してたんですか昨日。雷で怖くて寝れなかった。いつから日本は寒くなるんですか。本当に今年って寒くならんの。ほんまに心配。なんか日本大丈夫、地球大丈夫。白熊さんワンレベップナイス、ありがとうございます。雷にワクワクしてた。そっちか、ワクワクタイプか。みなりにワクワクして寝れないの面白いよね、かわいいよね。もはや、あ、今ちょうどいい温度ですか。なんかでもちょうどいいっていうのもさ、なんて言ったらいいの、この11月ではおかしい温度じゃない。なんか人間としてちょうどいいけど、いや神谷美香的にはめっちゃいい気温なのよ、好きな暖かさでめっちゃいい気温なんですけど、地球の心配すると、え、大丈夫ってなる。うん、ねえ、めっちゃピカピカするねんけど、このライト過ごしやすい、ね、これぐらいでいけば、まあ過ごしやすさで言うといいけどさ、なんかね、地球が十分に冷えずに、なんか問題とかさ起きそうやから。本当に怖い、それだけ。スイカ出た、お、ついに2000いくんじゃね、2000いっちゃうんじゃね。オンタマさん、お星さまキラキラ、ありがとうございます。That's right. 秋服はね、そう、本当に秋冬か、え、あ、秋がめんどくさいんじゃなくて冬もか、めんどくさいですか。なんかね、人々は秋とか冬の方がおしゃれしやすいって言いますよね。でも私的にはそんなことはないんですけど、全然よく言われてる、おしゃれしやすいのは秋冬やーって。こんばんピミホタルさん、
今日は筋肉痛がすごくて、もうしんどいしんどい。のぶさんこんばんは、かずさんこんばんは。ストレッチ、あ、見る分にはいいんです。自分が着るとなると、コートとか着たりとか厚着着したりすると肩こる、うん、本当にこれはずっと言ってて、その分体がさ重くなるわけじゃないですか、上にこう何かを羽織ることによって。羽織ると重くなって肩こるから嫌だ。みほたるさんハートありがとうございます。ガーリックジュニアさんこんばんは、こんばんは。ちょっと目元、こめかみあたりしてちょっとマッサージして。マジでさ今日なんかめっちゃドライアイだわ。全然なんかマシみたいな時もあるけど、ひどい今日はドライアイが。昼間頑張りすぎたかな。こうさんこんばんは、つやぽんさんおぱんけよ、みおたるさん10分の1ありがとうございます。よいしょ、今日はちょっと目元のメイクが濃いめだね。あ、有馬が4年ぶりに有観客。つーぼーさん行くんですか。ガリクジネスパルベップです。みほたるさん星様ありがとうございます。ポコさんこんにちはです、こんばんはです。間違った、こんばんはです、こんばんは。抽選入場、なるほどね。いっぱいになっちゃうから。川村さんこんばんは、トメス君こんばんは、ツヤポンさん10ありがとうございます。ノノノノイス、ノノノノノイス、キュンです。パッ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 。日本の冬は室内暑いからコート邪魔になる。わかる。電車とかもなんか激アツな時ありますよね。冬今そうやけど、夏も、夏の電車は寒すぎるし、電車内ってなんかもうゼロか100かみたいな。いや、めっちゃ暑い時に入ったら涼しいし、めっちゃ寒い時に入ったら暖かいからいいんですけど、なんか結構長い時間電車、同じ電車乗ってたりとかすると、ほんまに夏は凍えるし冬はのぼせる。なんか阪神改装前最後の開催なる、なるなる。深村さんルーカスこんばんは、ルーカスハートありがとう、ありがとうございます。ピース、鼻こってやったら赤くなる、すぐに。やだね、うん。あ、弱冷車？あ、弱冷車になればいいのか。弱冷車確かに狙っていくわ。確かに確かに確かに狙うな。そっか、弱暴車みたいなないですよね。逆にね、確かに確かにそうだわ。冬はちょうどいいのないか。なんでなんですかあれ、脱いだらいいから。夏はもう着るもん持ってない人多いけど、冬はまあ着てるコート脱いだら大丈夫でしょうみたいな、そういうこと。スイカ休憩中。スイカハマるでしょ、やってたらマジでスイカ超ハマっちゃう。配信に集中。ルーカースクモさんセンキュー、ありがとうございます。椅子がめっちゃ暑い時あるし、私ね、足が冷え性なんですよ。
上上半身とか暑くても足が結構寒いみたいなことあるから、私は夏のあの暑い椅子好きなんですよ。なんかもうほんまにお風呂ぐらい暑い、じゃあ40何度ぐらいのたまにあの暑い椅子に当たると足が温まるから、外に行った時にすごい温められてるからマシで、そのあの温かい椅子は唯一私は好き。冷え性代表で、ゆうかだるまさん、センキー、ジズさん、こんばんは。今日はドライアイでちょっと画面を見るのをこうなんか目をそらします。よく今日は画面から目をそらす。4作を8時半に出ないと家に着かない。あ、マックス8時半、今まで大丈夫だったんですか。リズさん300回目の方もありがとうございます。イエーイ300回。あ、冷凍品乗って電車乗る、それはやばい。確かにカジさんファンレバップです、ありがとうございます。私冷凍の何かをどっか電車乗るところで買って、で電車乗って家帰るみたいなのあんましないから、近くにサーティワンとかもあるし、まあ冬にサーティワン行かんか。なんかね、うん、あんまないな、冷凍物を買って電車乗ることが。うん、いつ、どういう時かな、どういう時乗るかな。うん、タクシーあ、タクシーね。カジさんバレたくないです、ありがとうございます。最寄りからのタクシー、そっか遠いんだ、お家から駅まで。あ、車販羨ましい。なんか私が羨ましいなと思うやつ、車販、ボーナス、車割りあと社員旅行羨ましい。トラッピさんファレラップです、10ありがとうございます。徒歩40分はもうやばいね、どういうことって感じ。もはやどこ徒歩40分。う、頭マッサージ。ドラッピさんいらっしゃい、ツナサラダさんいらっしゃい、こんばんは。社員旅行行きたくないですか。なんかさ、社員旅行で、まあお友達いる以内はやっぱいる、あるやろうね、その会社内に。例えばめちゃくちゃ仲いい人がいるかいないか、それはすごい本当に大事になってくるポイント。うん、けど例えば社員旅行でさ、なんか行ったことないような、なんかめちゃくちゃすごいさ旅館とか連れてってもらえたらさ、テンション上がっちゃうか。だんだこんなにも愛とか恋とか言葉つけられないくらいの愛してるが、あんた出しで止まらない思い。こんにちは、行きました、いらっしゃーい。あ、会社ない、シャワリ、シャハンもうなくなったんですか。それが変わる順番覚えないと、そう覚えないとダメ、確かに。山玉さん、こんにちは。仲良してるならプライベート、あ、プライベートでそこだけ。でも社員旅行やったらさ、めっちゃ安く行けるか、なんか払ってもらえるか、なんかそんなんじゃないんですか。あい、高木さん、いらっしゃい。なぎちゃん、ちひが出てた緊急接種からそこ行ってた。ずっと昔の機能ですか、木村さん。え、なんか出てきたんですか。ニオダルさん、ワンレバップナイスです。ウジャノさん、こんばんは、こんばんは。この辺をマッサージするとち
ちょっと目が楽になる。グッグッなんで目がしんどい今日は。なんでやろうね、なんでこんな今日目しんどいんやろ、わかんない。なんか目がしんどい日。未来を全部愛せてほしい、誰も何も何もいらない。 Facebook、 あ、 Facebook が出てくるんやけど、なるほどなるほど。ユンキューさんハートありがとうございます。万博の年まで、え、結構ないやん。なるほど、結構もう開催なし。2日の公演あったら前乗り変更な。それやったらもう逆にさ、4当てましょう。いや嬉しいですよ、つよぽんさん。そりゃもう阪神ファンの方もうたまんないっすよね。こんなすごいよなと思って。私はもうだって何テレビに映ってる人たち全員泣いてたもん、ほんまに。いやすごいなと思って。私さ、オーナーフィットさんこんばんは。あっ、分かる。全然温まれなかったですか。でももうちょっとで終わっちゃう。ヤジオカットさんこんばんは。いや、あ、4日は眼科なんか。なるほどなるほどなるほど。4日は絶対眼科がだから行かないといけないかな。前の日のあれあれあれであれで、ね、マジでこれピカピカする。これなんでライト、やだ。こうピカピカするの見るとさ目に悪いよね、なんかやだよね。うん、しんどいよね。なんでやろ。みちこんばんは。バンチャさんこんばんは。関西地区の日本一の瞬間が 50%、 関東も 25%。 関東の人も結構見てたんや。拝見なさい。やだ、ひがまさんに言えた。電波そんな悪い。むーさんにお願いして。むーさんじゃないのよ。キラキラ100なんて感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。助かります。助かりますってなんやねんな。やばいな、頭がほらちょっと頭なんかあれ何ヘッドマッサージ行きたい。え、そう、点滅は痛くなる。照明屋としてはちびってきゃ直してください。これこの電気、あ、南海北総天井北総天井かな。うわ、どうなんですかね、それは。もうそれはもうなんかたらればやからわかんないですよね。あつしさん10です。ありがとうございます。もう今は阪神はすごい、もう人気がすごい。これヘッドマッサージ、自分でヘッドマッサージするっていう。あつしさん、つのさらたさん10、ナイスいっぱい、ありがとう。つのさらたさんもありがとう。もうちょっとでご飯なので、そろそろ配信が終わってしまいますわ。私はアシ、ありがとう、お疲れ様です。ありがとうございます。ナムダダダも。通院か、そっかそっか、通院か。3日は行かなくてよかったんですか、通院は。もうお願いしたんですか。あ、大阪球場、別名難波球場。へえ、なるほどね。あ、そうなんや、しんじさん野球もあかんねや、こう戦いになってしまうから。もう最近はね、なんか逆にアピールして、でそこでお仕事にこうつなげるみたいなありますもんね。あ、3日は休みなんや。
あ、まだ詳細ごめんね、まだです、すいません、もうちょっと待って、ね、もうちょっと待ってください。今日火曜日か。いやー、いつ出るんかな逆に厄介やってくるから。なるほどね、政治とあと宗教とかもね。お、じゃあそろそろ終わろうかな、ご飯の時間です。ではではランキング読ませていただきます。13位しげゆきさん、12位たけしさん、11位かじゅさん、10位よいちさん、9位アルハムさん、8位ビビビビさん、7位あつしさん、6位ドラッピさん、5位ゆきおさん、4位みほたるさん、3位たまねぎさん、2位みずむさん、そして1位はルーカスデイさん。イエーイ、ありがとうございます。しんじさん何時でもありがとう、ありがとう。皆さん、はるぴさんもこんばんは、またね、ありがとう、ごめんなさいね、北海道さん、ドラッピさん、だるまさん、ありがとう。それでは皆さん、今目めっちゃ目薬さそう、ありがとうございました、みんなまたね、バイバーイ、ありがとう、ご飯食べてきまーす電気消そう先に